空に輝く光、それは UFO だった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。1947年、アメリカ人のケネス・アーノルドは、ワシントン州の上空を飛行機で飛んでいました。午後2時59分ごろ、アーノルドは北から南へ高速で飛行する9個の奇妙な物体を目撃しました。地元のマスコミはその物体を空飛ぶ円盤と名付けて大々的に報道し、FBI 長官のジョン・エドガー・フーバーは UFO の目撃例を調査するプロジェクトを発足させました。アーノルドが UFO と遭遇したこの事件をケネス・アーノルド事件と言います。これをきっかけに UFO という名前が世界中に知られるようになりました。ただケネス・アーノルド事件は最初の UFO 遭遇事件ではありません。これは UFO という呼称が広まったというだけの話です。 UFO 遭遇事件は古代から起こっていました。なぜ UFO はそれくらい昔から地球に飛来しているのでしょうか。そしてその正体とは何でしょうか。今回は古代から届いている世界各地の目撃情報をお伝えします。きっと UFO の真実が見えてくることでしょう。歴史に残っている UFO の目撃情報。現存する限り世界で最も古い UFO の目撃記録は紀元前1480年頃です。場所は古代エジプトで、当時はトトメス3世の統治下にありました。目撃情報はトゥリパピルスに記録されていました。それによると頭のない火の輪が音もなく飛んできたそうです。その輪は実に巨大で、縦横に50メートルもありました。火の輪は数日後に無数の大群となって出現しました。飛び去る時には空から鳥や魚が降ってきたといいます。あのアレクサンドロス3世も紀元前329年に UFO を目撃しました。ヤクサルテス川でスキタイ人と戦っていた時、 UFO が上空に現れたそうです。それは銀の盾のような形をしていて、周囲は炎に包まれていたそうです。まさに空飛ぶ円盤そのものの姿ではないでしょうか。ローマ皇帝コンスタンティヌスも UFO を目撃しています。312年、コンスタンティヌスはマクセンティウスとの戦いに挑もうとしていました。後の世に言うミルイウス橋の戦いです。その時彼はギリシャ文字の X と P の2文字が太陽の前に現れているのを見ました。さらにはこの2文字を持って征服すべしという声も聞きました。声に従ったコンスタンティヌスは勝利を収め、マクセンティウスを斬首してローマに入城しました。そして X と P の文字に影響されたのか、ローマ正規軍の紋章を定めました。コンスタンティヌスは神の啓示を見たとも考えられますが、もしそれが UFO だったとしたら、飛行物体が古代ローマに出現したと思われます。それではアレクサンドロス3世の前にもコンスタンティヌスの前にも姿を現した UFO はどのような目的があったのでしょうか。それは UFO が出現した時の状況から想像を膨らませることができます。 UFO 目撃情報を振り返ってみると、戦争の真っ最中に目撃されているという特徴が見えます。アレクサンドロス3世が見た時はスキタイ人と戦っていた時でしたし、コンスタンティヌスが見た時はミルウィブス橋の戦いの最中でした。現代でも第二次世界大戦やベトナム戦争で UFO を見たという情報があります。戦争は人間の愚かさが発動した時に起こる許されざる行為です。そんな中でなぜ地球外生命体の乗り物である UFO が出現するのでしょうか。戦時中に UFO が目撃される理由は何でしょうか。一つ言われていることは、 UFO が地球を観察監視しているのではないかということです。この仮説の元となっている説に古代宇宙飛行施設があります。古代宇宙飛行施設とは、超古代に知的生命体が異星から地球を訪れ、人間と文明を作ったという説です。この説から考えると、人類が信仰の対象とする神は地球外生命体だということになります。神が地球外生命体だということに、 UFO が地球を観察監視していることを説得するような出来事はあったのでしょうか。意外なことに、聖書を読むとそのような箇所があります。その中には、神が人類を滅亡させようと試みている話が登場するためです。
代表的な話はノアの箱舟伝説でしょう。神は人々の堕落した様子に心を痛め、人類をリセットさせるために大洪水を起こしました。また堕落し大敗した都市ソドムとゴモラを天から硫黄と火を送って滅ぼしました。聖書に限らず各地の伝承や物語を読んでみても、神が滅ぼそうとする場面は何度も登場します。このような話を読むと、神は人類を善の方向へ導いているようにも取れますし、また悪事をしないように管理しているとも受け取れます。人間がまた悪い行いをすれば、神はまた洪水を起こしたり硫黄と火を降らせたりするのでしょうか。ノアの箱舟やソドムとゴモラのような現象がこの現代社会に起こることがあるのかもしれません。それでは実際に監視している目を私たちが見ることはあるのでしょうか。古代エジプトの目撃例が私たちにその期待を抱かせてくれます。紀元前1480年頃、火の輪が現れると同時に空から魚が降ってきました。魚のようにその場にあるはずのないものが空から降ってくる現象をファフロツキーズと言います。実は現代でも空から魚が降ってくる現象を見た人々はいます。アメリカのテキサス州では空から小魚が降ってきたとして住民が通報しました。ただこれはありえない現象ではないと言います。市当局によると、小魚は水上の竜巻によって吹き上げられた可能性が高く、勢いを失って地面へと落下したそうです。テキサス州で見られた現象の原因が竜巻であったとしても、紀元前1480年頃に見られた現象の原因が何であったかは分かりません。空から鳥や魚が降ってきた時、空を見上げてみたら私たちを監視している神の目が見えたのかもしれません。日本の歴史から見る UFO と地球外生命体の痕跡。日本の歴史を振り返ってみても、 UFO と思われる円盤の目撃情報が載っています。最も有名な UFO の目撃情報はうつろ舟でしょう。日本各地の民族伝承に登場するうつろ舟ですが、共通点が何点かあります。それは鉄製であること、ガラス張りの窓があること、丸っこい形をしていること、中には異国の女性が乗っており箱を持っていること。特に丸っこい形をしているという特徴から、うつろ舟は江戸時代に飛来した UFO ではないかと言われています。石川県能登半島には UFO に関する数々の伝承が伝えられています。江戸時代には仏具に似た道具が発光しながら飛来しているのが見られました。これは総八本と呼ばれ、怪花として恐れられました。総八本はシンバルに似た形をしていたということですから、UFO と考えてもおかしくないでしょう。また鍋の蓋が飛んできて人をさらうという神隠し伝承もあります。鍋の蓋も総八本に例えられたものという可能性が高いとされています。日本書紀には637年に目撃されたという天狗星の記録が記されています。この年、都の空を星のようなものが轟音を立てて流れました。唐から帰国した僧はこれを見て、流星ではなく天狗であると言ったそうです。流星と天狗を区別するとはどういうことでしょうか。天狗は皆さんにとっては山伏装束を着た異形の妖怪がイメージされやすいでしょう。しかし、もともとは中国で矜持を知らせる流星を指していました。というのも、流星が飛来することで大きな変化を生じさせた歴史があるからです。この流星は犬に似ているため、天を犬が駆けていると言われていたのです。そういうことで、唐から帰国したこの僧には流星と天狗を区別する知識があったのですね。それでは日本ではなぜ天狗が山伏装束姿の妖怪を指すようになったのでしょうか。その経緯には諸説あります。天狗がもともと表す意味に関連付けられていたのかもしれません。日本では妖怪から鬼、神に至るまで人間ではない生命体の存在が数多く語られてきました。カッパの姿を思い浮かべてみると、あながちそれが間違っていないと思われるかもしれません。カッパはその外見がリトルグレイと似ています。カッパは尻子玉を抜くと言われていますが、これは牛の内臓を抜き取るキャトルミューティレーションのようです。カッパについては異国人説が唱えられていますが、
その確証はありません。鬼については平安時代に源頼光が四天王を率いて大江山の鬼と戦ったという話があります。現代の研究者は鬼が反乱者や王権の意に沿わない者たちの例えであると考えています。しかしこの鬼が地球外生命体であったとしたら、そういうことから日本が地球外生命体と縁の深い場所なのではないかと言われることもあります。不明な事柄がありすぎる日本の歴史ですが、一つ一つを解き明かしてみれば驚愕の事実が明らかになりそうです。 UFO 落下の痕跡とドロパ族。これまで空を飛行する UFO の目撃情報をお届けしてきました。空を悠々と飛んで私たちを驚かせている UFO ですが、時には飛行に失敗することもあります。そう、 UFO だって墜落することもあるのです。 UFO 墜落事件といえばロズウェル事件が有名です。それは1947年6月14日に起こりました。農家ウィリアム・ブレイゼルはフォスター牧場で働いている時に奇妙な残骸を見つけました。ブレイゼルは、広い範囲にゴム紐、鈴箔、幾分頑丈な紙、棒によって作られた輝いた残骸があるのを見たとロズウェル・デイリー・レコード紙に話しました。彼が見つけた残骸は軍の施設に運ばれました。ただこの残骸はただの残骸ではありませんでした。 UFO の残骸だったのです。現代に至るまでロズウェル事件の全貌はまだ明らかにされていません。解明を心待ちにしている人々からは、軍は重大な機密と真相を隠していると言われています。ロズウェル事件と同じように注目を集めているものの一つにドロパストーンがあります。これはヒエログリフのような文字が刻まれた石の円盤です。ドロパストーンは中国で発見されました。1938年、チャイプーテイ博士は中国のバヤンカラ山脈へ調査に行きました。バヤンカラ山脈は今でこそ中国の領土内にそびえていますが、歴史的に見ればチベット民族のエリアにある山脈です。こうした歴史的背景もあり、現在もチベット民族が多く住んでいる地域です。博士が発見したのは、そこに残されている文明の痕跡でした。かつて文明が存在し、人が居住していたと感じさせるような洞窟にたどり着いたのです。博士の言うように、その洞窟からは人と文明の存在を匂わせる証拠が数々見つかりました。まず700以上のドロパストーンが発見されました。そして埋葬したと思われる遺体も発見されました。その遺体は人型ではありましたが、人にしては小さすぎました。博士の発見は驚くべきものではありましたが、時代からしてそれどころではありませんでした。第二次世界大戦やその後には中華人民共和国の建国と大きな出来事が立て続けに起こったことにより、ドロパストーンを調査しさらなる続報を待つには長い時間を要しました。1962年になってようやく研究者スン・ウンノイがドロパストーンの解読に成功しました。解読結果によると、ドロパストーンは1万年前の出来事を記録していました。ドロパというのは異星人の名前でした。ドロパは宇宙船が墜落したが修理不可能であるためやむなく地球で暮らしたのでした。ドロパストーンが発見された地域にはドロパ族という民族が住んでいました。ドロパ族は小柄な体型が特徴で、身長は平均して100センチ前後しかありません。チベット民族が多く暮らすバヤンカラ山脈に暮らしているにもかかわらず、彼らの遺伝子は中国人の遺伝子ともチベット民族の遺伝子とも違っていました。ここで皆さんの頭の中にはあの小さな遺体が思い浮かんだことでしょう。ドロパストーンも一緒に発見された洞窟に埋葬されていたあの小柄な人型の遺体です。人型の遺体といえば、ロズウェル事件にも登場するリトルグレイやチリのアタカマ砂漠で発見された極小ミイラが有名です。リトルグレイや極小ミイラという言い方からわかるように、地球で見つかる生命体はどれも小柄です。このことから考えると、洞窟の遺体はドロパという地球外生命体だと考えられます。ドロパの血は今のドロパ族へ受け継がれ、彼らが小柄な体型をしている要因になったのかもしれません。
そうなるとテイ博士が発見したものは地球外生命体の存在を証明していると考えられますね。 UFO がやってくる場所、突然現れては人間を驚かせ、墜落事件を起こしても人間を驚かせる UFO、 その UFO がどこからやってきたのかという問題は誰もが気になることでしょう。人類が宇宙へ進出してからまだ100年も経っていないので、 UFO が宇宙空間で撮影されたことはありません。レーダーに映ったという報告情報もありません。どうやら UFO に関しては次の可能性が考えられそうです。一つ目は、ステルスなど人類の持ち得ない技術を使用しているので検知できないということ。宇宙に進出してから100年も経っていない人類の技術では UFO の飛行原理を解明することも予想することもできていません。高速で方向転換するなど人類にとってオーバーテクノロジーだらけの UFO は不思議なことだらけです。もし UFO の技術に近づくことができれば UFO の存在を感知することは簡単にできるはずです。二つ目は、宇宙から来ているのではないということ。そうだとすれば可能性としては地底世界が考えられます。古代の伝承にはその存在が記録されていますが、それによると太陽が2つあるなど高度な科学が発展していたと思われます。生命体は地球に飛来した後地底に隠れ、目的があるごとに地底を出て地上に現れているのかもしれません。実際に極地に大きな穴が開いていたり、火山に UFO が入っていく様子などが目撃されています。3つ目は、飛来している UFO は検知されているが公表されていないということ。アメリカではロズウェル事件の残骸に限らず、地球外生命体に関して研究している施設エリア51など多くの情報を隠しているとされています。それが人類の秩序を保つためなのか、利益を独占するためなのかは分かりません。しかしごく一部の層には情報が開示されているといいます。2021年、アメリカの国防総省は飛行制限区域での未確認飛行物体の目撃情報を調査する部署を新設すると発表しました。国家安全保障上のリスクになりうるためというのがその理由であるそうです。なぜこのタイミングでアメリカは動き出したのでしょうか。世界では何が起きようとしているのでしょうか。もしかしたら真実はこの地球に隠されているのかもしれません。